町のお姫様、小川美名。昔、あるところに、寂しいところの大好きなお姫様がありました。どんなに寂しいところでもいいから、人の住んでいない、寂しいところがあったら、そこへ行って住みたいと言われました。お供のものは、お姫様のお言葉だから仕方がありません。 人の誰も住んでいない山の中にでもお姫様の行かれるところへはついていかなければなりません人里を遠く離れた山の中へいよいよお姫様は移ることになりましたそしてお供の者もついて行きましたお姫様の歌を歌われる声は大変に良いお声でありました また、大変に鳴り物を鳴らすことがお上手でありました。ことや笛や、章を鳴らすことの名人でありました。だから平常、歌をお歌いになり、鳴り物を鳴らしておいでなさるときは、決して寂しいということはなかったのであります。けれど、お供の者は、寂しい山の中に入って、毎日つくねんとして退屈でなりませんでした。 そこに来ました当座は、外に出て山や谷の景色を眺めて珍しく思いましたが、じきに同じ景色に飽きてしまいました。また、毎日お姫様の歌いなさる歌やおならしになる鳴り物の音にも飽きてしまった。それらを聞いても、決して昔のように感心しないばかりか、またか、というふうに、 帰って退屈を感じさせたのであります。お姫様は、この世の中に、自分ほど良い恋のものはないと思っていられました。また、自分ほど音楽の名人はないと考えていられました。そして、そう思って、窓際に座って、山に出る月を眺めながら、良い恋で歌を歌い、琴を鳴らしていられますと、 あたりはしんとしてすべての草木までが耳をすましてこのよい音色に聞き取れているごとく思われました。このときふとお姫様をお歌いなさる声を止めおならしなさることの手を控えてずっと遠くの方に耳をすましなされました。するとそれは 自分よりももっと良い声で歌を歌いもっと上手に箏を鳴らしているものがあるのでした。はてこの山の中に誰が歌を歌い箏を鳴らしているんだろう。と怪しまれました。そしてこのことをお供の者にお尋ねなされますと。い,いえ誰もいるはずがございません。 また、私どもの耳には何も聞こえません。ただ、聞こえますものは、松風の音ばかりでございます。と、お答え申し上げました。いえ、そうじゃない。誰か、きっと私と腕を比べるつもりで、あんな良い声で歌を歌い、事を鳴らしているのに違いない。と、お姫様は申されました。 お供の者は、不思議に思って、耳を澄ませますと。やはり、松風の音が遠くに聞こえるばかりでありました。夜が明けて、太陽が昇りますと、小鳥が窓のそば近く来て、良い声でさえずりました。お姫様は眉をおひそめになって。ああ、いやかましくてしょうがない。 もっと、どこか寂しいところへいて、すまわなければならない。と、申されました。お姫様は、山はやかましくていけないから、今度は誰も住んでいない海のほとりへ行ったら、きっといいだろう、と思われて、荒海のほとりへお移りになりました。お供のものは、まだ行ったばかりの二三日は、 気が変わってよろしゅうございましたけれど、時期に寂しくなってたまらなくなりました。お姫様は、やはり、歌を歌い、楽器を鳴らしになりました。すると、あるよ、海の上に振りまいたような星鍵をご覧なされて、ああ、 いやかましくてしょうがない。ああ毎晩星が歌を歌ったり、鳴り物を鳴らしているのでは少しも私は自分の歌や音楽に身が入らない。どうしてああよい声が星には出るんだろう。と申されました。お供のものは、私どもにはただ寂しい寂しい波の音しか聞こえません。と申し上げました。 姫様はもっと寂しいところがないものかとお考えなされました。お供の者はもうこの上寂しいところへ行ったら自分らはどうなることだろうと思いました。その時、お供の者の二人の中の一人は、お姫様、どうぞ何にも言わずに私どもについておいでくださいまし、と申し上げました。 お供の者は、お姫様を賑やかな町の真ん中にお連れ申しました。お姫様は,は、初めはびっくりなさいましたけれど、もはや、そこでは、自分の歌の真似をする者も,もなければ、また、もっと良い声を出して、お姫様と競争をして、お姫様を苦しめる者はありませんでした。お姫様は、結局、 気楽に思われて自分が一番歌がうまく音楽が上手だと心に誇られながらその町にお住みなされたということでありますモポアンドサルリー。